はい、皆さんこんにちは、ファナリングルフィッシュです。今回は、パワープロアプリのサクセスをプレイしていきたいと思います。というのもですね、ボックスガチャでアルビンの SR がなんと運よく出ましたので、今回はそのアルビンをデッキに組み込んでですね、サクセスの方をやっていきたいというふうに思っています。早速プレイしていきましょう。まあ、名前は何でもいいので、この長岡のままにしましょうか。で、投球が長いと面倒なので、短い投球モーションに変えて、デッキの方を見ていきましょう。まずですね、真田を入れてます。これは強心臓が欲しいので、真田。で、蝶野。これは変幻自在。まあ、あわよくばもらいたいというのと、あと変化球ですね。変化球ポイントの要因として長野。あと、クレバ。これはですね、体力回復するイベントが多いのと、あと、うまくいけば、精密機械のコツですね、もらえるので、クレバの SR。それと、早川葵の PR。これはもう完全に緩急要因と変化球ポイント要因です。変幻自在のね、回互換にあたる緩急を集めるための早川葵。そして、アルビンですね。で、スケット枠はですね、いつもはライコネンさんの明星ちゃんをお借りすることが多いので、今回もそうしましょう。で、せっかくアルビンのースーパーレアのカードを入れてますので、招き猫と、あとまあ、マックスパワードリンクぐらい持っていきましょうか。これでやっていきたいと思います。で、できるだけアルビンのイベントが始まった時は、スキップを解除して、どんなイベントかっていうのをね、皆さんにも見ていただけるようにしていきたいと思いますので、ぜひぜひご期待してみていただければと思います。とは言っても、まずはね、おー!いきなり肘爆弾ついたね、今。いきなりついたね。ついてますね。ま、サクッと取っちゃいましょう。で、ここで明星ちゃんが出てきてくれたので、しばらくは明星ちゃん追いかけになりますかね。明星ちゃんをしっかり追いかけていきたいんですが、まずはメンタルのとこにいました。ラブモードがいきなり出てきてもいいんですけどね。一回目で肘爆弾ついたんだから、一回目で、ラブモードが出たっていいじゃないですか。明星ちゃんはいるか?いない。明星ちゃんがいなければ、ま、ここはコントロールを無難に選択しておきますか。真田と蝶野のコントロール。で、ここで自己紹介でアルビンが出てきました。お前か。まだやることが残ってるんだ。ちょっとなまっちゃいましたけど、先に上がってくれ。やること?まさか練習を続ける気か?これ以上は肩は壊すぞ。安心しろ、長岡は別に練習を続けるわけじゃないぜ。ただ使ったマウンドをきれいにしないと気分が悪いだけか。なんだ、そういうことか。疲れていても整備を怠らない。さすがアルビンって感じだな。よせって、俺はただやるべきことをやっているだけだぜ。野球選手として真面目にプレイする。そのスタイルは崩せないからな。アルビンの言葉を聞くとなんだか身が引き締まるよ。よし、俺にも手伝わせてくれ。ああ、助かるよ。ということで、アルビンに出会いました。熱い男ですね、アルビンは。アルビンはちなみに、ミラージュナックルっていうね、オリジナル変化球持ってますので、今回はその取得もね、目指していきたいと思いますけど、まあ、1回目と3回目に、それぞれ失敗する可能性のあるイベントらしいので、まあ、運がかなり左右すると思います。取得できたらラッキーというところですね。 30% ですけど、明星ちゃんなんとか抜けることができました。で、明星ちゃん入れてるんで、真田からですね、強心臓以外にもできればキレですね、もらいたいところですね。で、葵ちゃんからは体力を削られ、ここらで
明星ちゃんが言ってくれるといいんだけど、いなかったな。野球の神様は運がいいと勝ち運がもらえるんですけど、今回はもらえましたね。でここは一回休みを入れて、明星ちゃんがいない、明星ちゃんがいないとなると発足しがちな変化球ポイントを稼いでいきますか。で、正確性は体力回復してくれるので普通にありがたいと。で、この後スバルとの対決が待ってるんで、変化球コントロールちょっとでも上げときましょう。で、シンカーかなんか覚えてましたよね。シンカーですね、覚えて。で、明星ちゃんはいない。で、ここは肯定するを選びましょう、もちろん。ここはなんとかスバルに勝って地味にポイントをもらっておきたいところなんで、慎重にコーナーに投げ分けていきましょう。といってね、ボールになるとかなり痛いんですよね。まあ、高めに投げると自殺行為なんで、低めをシンカーとストレートで交互に投げ分けていくしかないんですけど、これ真ん中にいった。これで一本も打たれられない状況になったんで、よりコーナーを厳しくついていきましょう。よし、ショートゴロに打ち取って、なんとかスバルを倒しました。で、明星ちゃんは、おお、いったいった。ロードワークに入れて好感度10ポイント上げましょう。ここは体力回復しとくか。この後ね、体力がっつり削られますからね。サポータージュは無難に体力回復しておきましょう。ここはまだ明星ちゃんをね、口説き落とせてませんから、いないとしかも。これは雲行きがちょっと怪しくなってきましたけど、おお、来たー。ウドが体力回復してくれた直後なんで、ちょっともったいないですけどね。いずれにしてもこのクリスマスイベント前に、なんとか明星ちゃんを彼女にしとかないと、かなり苦しいサクセスになっちゃうんだよね。まずは、御の字です。で、葵に削られの、この明星ちゃん、もうちょっと好感度上げときましたね。クリスマス前に確実に、好感度を上げ切っておきましょう。どうだ、ここはグキーということで緩急丸に落ち着きました。ここは料理の秘訣を教わるにして、体力をちょい回復して、どうしようかな。22、冒険するほどじゃないんだけど、ここは無難にデートで回復しとくか。ちょっとね、このあとクリスマスで確実に体力を回復できるだけにもったいないんですけど、
30% の博打をするほどのタイミングでもないですからね。ちょっとね、キャラの配置的に経験点があまり稼げてない感じがあるんですけど、セッション3、4で巻き返していきましょう。ここは変化球というよりも真田から切れ丸をもらっておきたいんで、真田を追いかけましょう。打たれ強さか。規定率は技術点と変化球ポイントをもらい、ここですね。野球が上手くなりたいを選んだ後の初詣イベント、なんとか大吉、うん、中吉ならいいですね。ここはベナミタッグと骨入れのクレバ。低め丸のコツをもらったと。ここやめてよ、サボり癖。危ない。サボり癖結構厄介ですからね。で、ここは長野のタッグと骨入れ。リリースをもらったんで、おお、ミラージュナックルのイベントだ。見ろ、ミラージュナックルはボールをこう握るんだ。ボールに爪を立てて握っている。爪以外はボールに触れないんだ。まあ、ナックルってね、そういう握りになってますよね。で、爪の弱い奴には投げられない。それでもいいならアドバイスしてやるがどうだ。いやー、ぜひ投げたいです。ああ、頼むよ、アルビン。やってみなきゃわからないからな。お前のチャレンジ精神は大したものだ。よし、まず一球投げてみろ。行くぞ。ポッテ。これ失敗パターンだな。というわけで、ミラージュナックルはあっさりと失敗になってしまいましたけど、ぜひ最後まで皆さん、見るのはやめずにお付き合いください。なんとかね、強い投手を作ろうと思ってますんで。33%。ダハー！ 33% 行くべきじゃなかったな。しかもあまり良くないと。変化球ポイントがマイナス40か。踏んだり蹴ったりだな。まあ、ちょっとね、めげずに巻き返していきましょう。ここはミラージュナックル失敗の余波をもろに受けて、えいやーで 30% に挑戦したら大怪我をするという悪循環ですね。さて、気を取り直してここは長野に行く前にリリースをさっきもらったので、リリースはもう覚えておきましょう。緩急ももう覚えて、リリースも覚えておきましょうね。そうすればあとは長野からは変化球ポイントだけをもらえるので、変化球ポイントをあらかじめしていきましょう。で、ここはバレンタインで体力を回復して、クレバの変化球。ここで骨入れで何かもらえるかな。はい、ピンチの骨ですね。うわぁ、正確性失敗してここで低め丸で終わりか。なかなかちょっと苦しいサクセスになりそうですけど、まだ天才に覚醒したりね、セッション3なんで、うまくすれば、危ないおじさんじゃない、大丈夫おじさんじゃない、大丈夫博士が出てきてくれるかもしれないんでね、ここは我慢です。で、吉
ちりとダッシュ前に休みを取って、でそろそろ木場がこの合宿明けとかに出てきてもおかしくないんで、能力上げていきましょう。本当はねミラージュナックル覚えておくと変化球を3つ覚えてもよかったんですけど、第3の球種としてミラージュナックルという選択肢があってもよかったんですけどね、ミラージュナックルが覚えられないとなると2球種でなんとか頑張るしかないでしょう。さすがにね3球種目を普通に覚えようとするとかなりの経験点が必要になってきてしまって苦しくなってやってるんで、シンカーとスライダーで育てていきたいと思います。ここはちょっとね気になるところですけど見ないで休憩を取りましょう。デートで体力回復です。でロードワークに出て変化球ポイントをもらい、ここは無難に信用しないで体力と精神をもらいます。筋力と精神ですね。で葵ちゃんはスタミナですけど早く変化球ポイントのコツをもらいます。でそろそろねここで明星ちゃんからラブモードをもらってもいい気するんですけど、きたーラブモードきたー。でアルビンの鉄の爪、変化球を投げるときは指先に大きな負担がかかる、それで爪が割れることを防ぐため、マニキュアを塗るんだと。アルビンはケアも欠かさないんだなと。お前もつけてみるか。いや、つけてみましょう。どんな感じなんだと。で、つけたら、本当だ。ボールのフィット感が全然違う。っていう風に言ってますね。僕、小学校まで、というか小学校6年間野球やってたんですけど、小学校って基本的に変化球がね、禁止されてるんで投げられないんですけど、どうなんでしょう？実際、高校とかプロ野球とか、爪にマニキュア塗って割れにくいようにしたりしてるんですかね？ちょっとそのあたり、実際どうだよっていうの分かる方いたら、ぜひぜひ、動画のコメント欄とかでね、教えてもらえると嬉しいです。でここは監督の評価が上がりきってなかったんでリリーフなんでコンピューターに任せちゃいましょう。先発はクレバ、4番はウド、まあ、パワフル高校はだいたいこの、ウドが4番を務めることが多いですよね。ゆえに打線はかなり貧弱なイメージがあるんですけど、でセッション3が終わって経験値が2300。なんか A か S か微妙なところぐらいの投手ができそうだな。でここは明星ちゃんとデート4回目かなしておきましょう。で精神ポイントをもらって、タッグもコツもないと、監督の
評価上げときますか。そしたら、クレバか、まあクレバのコツで脱三振かもなんかもらえれば、文字ってどこかな、クロスファイヤーか、ここはスカウト、うわー、スカウトと葵の変化球いったんですけど、今どうだろう、怪我でいうと 10% ぐらいだったんじゃないかな。これでも食らっちゃうんですよね、パワープロは。まあ、10% っていうと10回に1回やったら、まあ失敗するかもねっていう感じなんですけど、感覚的にはそれ以上に失敗を食らうイメージがありますね。4% とかでもなんか、くたばるときはくたばりますからね。ここに来て騎馬か、ちょっと遅いな。これは完走できなそうだな。真田から強心臓もゲットできないし、オリジナル変化球ミラージュナックルも覚えられなかったし、キレもらえてないんで、明星ちゃんから驚異の切れ味をもらったとしても覚えられないかもしれないし、なかなか微妙なピッチャーができそうですけど、大丈夫かな、どうかとして。ここはね、なんとか牙を抑え込んで、あわよくば本塁打現金ぐらいはもらっておきますか。明星ちゃんとデートをして、脅威の切れ味ちょうだいよ、切れ丸じゃなくて。キラーはレベル3いくら、そしてキレのコツをつかんだ。残念だな今回は。非常に残念な投手ができそうだな。まだまだ見放さないでくださいね皆さん。何が起きるかまだ分かりませんよ。で、アルビンから筋力ポイント。アルビンは伸びと対ピンチかな。この2つしかコツは持ってないんで、それをゲットしちゃえば、もうあとは筋力ポイントをね、ぐわーっともらえる感じになります。で、真田は投手か。投手はいらないな。ちゃっかりチャンスで全員プレーにして、ここはコールド勝ちを狙いに行きましょうか。投手低め、この辺りを大ピンチ。打たれ強さはね、まあいらないかなと思うんですね。大ピンチ20丸つけて、まあピンチで切り抜けると、打たれる前に切り抜ける。打たれ強さっていうのは、まあ打たれても頑張るっていうことですからね。打たれないでほしいですからね、大前提として。1回の裏、まずはコールドを狙っていきましょう。ホールドを狙う上で重要なのが、常に得点圏にランナーがいるように攻めていかないといけないっていうところですよね。イワシって読むのかな ?128 キロは遅いな。遅すぎると逆に打ちづらかったりするんですよね。これでランナー3塁1塁。
ホームランをね、ついつい狙いに行きたくなるんですけど、ここは、止めないでいきましょう。あえて強振はしない。ちょっと128キロのストレートを打ちづらい。わー、ランナー帰ってきちゃったか。これで得点圏にランナーがいなくなったぞ。よし、再び得点圏にランナーを置いて、そしてまたいなくなる。長岡がちゃんと抑えてくれればいいんですけどね。まあ、変化球も総変化量現時点で8で、対ピンチ20丸までつけてるんで当然抑えてほしいんですけど、おお、ナイスデイブディーン。よし、完封できそうかな。うん、完封してくれれば全然 OK です。やっぱり1失点以内に抑えとかないと経験点があんまりもらえないですから、ね、完封が大きいですね。そしたら青いのタンクで変化球を稼いで、そして監督の評価を5を下げる。アルビンのタッグで球速の筋肉ポイント上げて、で木場との対決に臨みましょう。精神ポイントが足りないのか。確かにコントロールは結構精神使いますからね。そして長岡さんがいきなり1回の表に先制点を挙げてるのか。木場の爆速ストレート、ご存知のように非常に打ちづらいんですよね。一塁アウトか。あわよくば内野安打かっていうような当たりだったんですけど、うーん、頭越えない。これは抜けるね。帰ってこい。あー、帰ってきたらアウトのタイミングだな。でウド、甘い球だったな今。今の爆速ストレート手が出なかった。これは抜けないね。絶好の反撃のチャンスだったんですが、それを潰してしまった。長岡踏ん張れ。待て待て待て、もうチャンスが待ってこないまま終わるとかやめてよ。回して回して、バーしょうもないサクセスになってしまった。すいません。まあ、ちょっとね、アルビンを組み込んでどんな感じになるかっていうのをお見せしたかったんですが、まあ、非常に残念な結果になってしまったんで、ちょっとね、リベンジはさせていただくとして、今回はね、一応こんな残念な結果でしたということで、最後まで、能力アップまでしておきたいと思います。経験点どうでしょう。3200、3500いかないぐらいだと思います。ちょっとね、前半からいきなり肘爆弾もらったりとかいろいろあったんで、ちょっと悔しい結果になっちゃいましたけど、リベンジを
ここに誓います。あとはまあ適当に上げておきますか。こんなとこですかね。これで C かな。おお、 B まで行ってくれたか。まあ B かという感じではありますけど。というわけで、ちょっとねしょうもない感じになってしまいましたが、アルビンを使ってまずはサクセスの方をやってみました。次回はねもうちょっといい投手が作れるようにアルビンをうまく、引き出せるようなサクセスをお届けできればと思いますので、ぜひ次回もお楽しみにしていただければと思います。というわけで今回はここまで。